はい、皆さんこんにちは、村長です。今日もまたまた Lyrics to SRT Converter、 いわゆるミュージックビデオの歌詞をうまくはめ込む、そんなソフトですけれども、とっても使い勝手が向上しました。どういうところが向上したか見ていただきましょう。まずはソング読み込みで、いつものようにファイルを読み込みます。WAV ファイルもしくは MP3 など音楽ファイルを読み込んでください。そうしまして、次は字幕にしたいテキストファイルをこのようにですね、テキストを打ってあります。これをですね、やっていきましょう。最初のところにタイトルと、そして1番ですよみたいなのも入っています。まあこれはあってもなかってもいいと思います。じゃあファイルを読み込みます。読み込むとこのように1行ずつがボタンのように分かれます。そして今回バージョンアップね、見ていただいたら分かると思うんですが、左の端に訂正というボタンがつきました。これによってですね、とっても便利にできます。先に説明しておきますが、この訂正ボタンを押すとですね、その行の5秒前からもう一度音楽が流れてくれます。そして押し間違ったところなどの修正をできるようになりました。じゃあやっていきます。はい、1番であることを入れました。押す。古いアルバム色あせた写真に映るの。話す。無邪気な私と傍らに微笑むあなたが。話す。子供のためあなたの夢は。この繰り返しです。心にしまい込み。押す。家族のためと化粧もせず働き続けた。はい、このようにして最後までやっていきます。こうして指定した行は黄色く変わってくれています。そして次やるべきところは緑色になっています。これでですね、あ、この1番の歌い出しがちょっと押すタイミングが悪かったなと思ったら、その横の訂正ボタンを押してください。すると5秒前から再生が始まって、そしてここを入れ替えることができます。押す。古いアルバム色あせた写真に映るのは。はい、こうやってやり直しというのができるようになったわけです。これが途中でもできるって言いましたよね。再生している途中ででもですね、この緑のところからスタートしますね。ちょっと前からというときは、この手前からやればいいわけです。しまい込み。家族のため。ここはいいですから、何もしていません。働き続けた。確かに昭和という時代を生きた。家族のためだけにあなたは生き抜いた。はい、こうやって戻ります。急に押します。映るのは無邪気な私と傍らに微笑むあなたが。はい、これがアップデートした第一のポイントです。次ですけれども、今度は
まあこれを聞き直したいときありますよね。まあこれが全部できたと仮定します。そしたら、じゃあ初めの2行はいいとして、ここからですね、聞きたいと思ったときは、この歌い出しの3行目、これをクリックします。すると一番上に来てくれます。そしてここでチェック再生というのをしますと、2秒前から再生が始まって、うん、いいかな、ちょうどいいタイミングかなというのがわかるようになっています。スクロールというのはですね、自動的にスクロールします。ここからはオレンジを押すだけです。あとは全部自動スクロールです。押してみます。古いアルバム色あせた写真に映るのは無邪気な私と、はい、スクロールしましたね。微笑むあなたが子供のためあなたの夢は心にしまい込み家族のためと化粧もせず、はい、これで最後はですねエキスポート、これを出します。カラオケの場合でちょっと早めにしたいときはここに500というような数字を入れますと 0.5 秒早めに出てくれるようになりますので、工夫される方もいいと思います。今回はそのままエキスポートというのをします。はい、エキスポートしましたら、左の下にですね、Google Chrome の場合はダウンロードが表示されますので、これをクリックします。そうしましたら、こういうような字幕形式と言われます SRT ファイルというのになりましたので、これをブリューとか動画編集ソフト、そこに読み込むとですね、この時間ですね、ちょっと大きくしますね。このようにスタート時間、エンド時間、そして歌詞、これらが読み込まれるようになります。あと文字の装飾とかは各ソフトウェアによって色をつけたり大きさを変えたり、それは編集ソフトでやるようになっています。ということで、音楽のファイルにですね、バッチリの歌詞字幕を入れたいとき、僕の Lyrics to SRT Converter、これをですね、無料ですので、ぜひとも使ってみてください。それでは、今日はアップデートの報告をさせていただきました。村長でした。